皆さん、クイズまちほれワンワン最終回、オンラインでナンバーワンを目指せへのご応募はお済みでしょうか。もしかしてオンライン？ズーム？わかんないってなってませんか。今回は歴史発見クイズまちほれワンワンのアシスタント、私ワニベさくらが皆さんにズームの使い方についてとってもわかりやすく紹介します。3分でわかるワニちゃんズーム講座。まちワンの参加メールからズームをダウンロード。参加してくださった皆さんには事前にメディアスからこのようなメールが届きます。今回まちワンはズームミーティングと呼ばれる方法で行われます。皆さんはこのミーティングに参加する必要があります。この招待 URL をクリックするとこのような画面が開き、アプリのダウンロードが自動で始まります。ダウンロードが完了したらここをクリック。アプリが立ち上がりましたね。すると自動でミーティングに入ることができます。あとは最後にコンピューターでオーディオに参加をクリックして参加完了です。このビデオのマークを押してしまうと顔が見えなくなるので注意してください。自力でズームをダウンロード。次は招待 URL を使わずアプリをダウンロードする方法です。インターネットブラウザでズームを検索するか、こちらのアドレスにアクセスしてください。ミーティング用ズームクライアントをクリック。ダウンロードが終わったらフォルダをクリックしてインストールします。起動するとこのような画面が出てくるのでミーティングに参加を押してください。招待 URL のメールの中に記載されているミーティング ID と皆さんのお名前を入力します。パソコンで参加する方はウェブカメラを必ずご用意ください。ウェブカメラをつなぐとこのようにズーム画面に自分の顔が映ります。ウェブカメラを持っていない方でも大丈夫、スマートフォンからでも参加できます。お持ちのスマホにこちらのアプリ、ズームクラウドミーティングをインストールしてください。ミーティングに参加、 ID とお名前を入力すれば完了です。いかがでしたか。とっても簡単にダウンロードできちゃいますね。当日ズームで皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。